南三原駅は、千葉県南房総市は田町松田にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。南三原駅などと間違えて読まれる場合があるが、正しい読み方は、南原駅である。この駅名は、合併で、南房総市となる前のさらに前進、旧安房郡は田町に、合併前の南三原村に所在したことからついている。その、 南三原の地名としての読みは、南三原、南原、南原が混在している。相対式ホーム2面に線を持つ地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。立山駅管理の JR 東日本、ステーションサービスによる、業務委託駅。簡易水下改札機が設置されている。旧駅舎は、1921年の開業時から、利用されてきた。 しかし、老朽化が目立ち始め、特にトイレが組み取り式であったことも影響して、近隣住民からトイレだけでも改築できないかとの要請が和田町に多く寄せられていた。そのような中で、当時の和田町はトイレの新築を行うこととし、JR 側と協議に入ったが、その後トイレの新設だけでなく、駅舎を新築する方針となった。 2002年8月に工事に着手し、2003年2月17日、春工式を開催した。旧駅舎は、駅本屋が164.1平方メートル、トイレが13.1平方メートルであったが、新築後は37.265平方メートルが、駅関連施設用となり、残りが、トイレ、多目的ホールとなった。トイレは、多機能式トイレも設置されている。 また、駅舎中央部については、和田町の地域エネルギービジョンにより、太陽光発電システムを設置しており、多目的ホールなどの電力をすべてこれにて賄っている。2010年2月10日より、外防線、PRC 型自動放送が導入された。2020年度の1日平均乗車辞任は356人で、ある。 JR 東日本及び千葉県統計年間によると近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り道の駅ローズマリー公園駅前は国道128号に面しており国道沿いや千葉県道297号和田丸山線沿いには中小商店などが点在する駅入口と反対側は田園地帯が広がるありがとうございます